Okay, guys, welcome to the Eminence in Shadow, Kage no Jitsuryokusha ni naritakute, episode 8 reaction. If you'd like to see full uncut and unedited reactions ahead of YouTube, you can check my Patreon, the link will be down in the description, and let's just go and watch our favorite Shadow. He's so pumped up. I knew it. Imakakete. Highest, highest. Bro's making it so dramatic. モブ式奥義10分間のハートプレイ。10 minutes. Damn. モブとしては命を懸けてもやらねばならない時がある。相変わらず魔力が阻害されてるけど、ま。 Wait, so they did slash him? That was not fake blood, right? Oh, the guard. Damn. To be honest, I expected Sid to be there. Wait, did you guys hear that laugh? It reminds me of someone. How's he called? Wait, this one right here, Zack from Satsuriko no Tenchi. That's it, right? Yeah, that's his voice actor. Damn. Hitojichi wa
応援の騎士団が駆けつけているものの、魔力が阻害されて突入をためらっている。さらに隠れている生徒がいないか探し回っているテロリストたち感動的な光景だ。そして僕、屋上から意味深に見下ろす影の実力者。素晴らしい、素晴らしい。やりたいことリストをまた一つ達成した。あいつらテンプレを守るだけじゃなくて、なかなか創意工夫があるのに。美的センスに欠ける。 TPO を無視して真っ昼間からあんな黒ずくめで、あれじゃ勘違いのクソダサファッションになってしまうじゃないか。黒いロングコートを着るなら夜、決まってるだろう。Damn. スナイパーごっこで時間を稼いで、登場シーンは夜まで先送りに。好きだらけで走る桃色髪のバカってあれシェリーじゃん。シェリーちゃん、気をつけてるつもりだろうけどバレバレだから。ミッションコンプリート。She didn't even notice. Damn. 僕のモブ直感がメインシナリオの進行を告げている。屋上から華麗に飛び降りる僕、やりたいことリストもう一つ達成。だよ。魔力も使えないのにやるじゃねえか。きっとあれが使われている。お父様のお部屋なら詳しい資料もあるはず。よかった。So if the first artifact like blocks the magic, then this one like boosts it, or I don't know how to call it, like boosts the magic.Bro, you said Domo. Daijoubu? Shido-kun. Shido-kun, その怪我。ああ、大丈夫大丈夫。奇跡的に一命を取り留めただけだから。そんなことよりいろいろ言いたいことがある。独り言はやめましょうとか、考え事をしながら歩くのはやめましょうとか、足元に注意しましょうとか。でもまずはペタペタうるさいそのスリッパを脱ごうか。途中追加で始末したのが5人。やっぱり彼女が今回のメインキャラだな。でも彼女はシナリオ攻略は不可能だ。こういう場合は相棒キャラとかいるはずなんだけど、その気配もなし。ありました。ん、何これ。強欲の瞳というアーティファクトです。これが魔力を阻害している原因です。強欲の瞳は効果範囲にある魔剣士や魔力体から魔力を吸収して一時的に溜め込むことができます。 Store it. 黒ずくめの人たちは普通に魔力を使ってたけど、吸収させたくない魔力の波長を記憶させることができるんです。じゃあ覚えさせてない魔力は何でも吸収してしまうの？どうでしょうか。感知しきれない微細な魔力や、もちろん容量を超える強大な魔力も吸収できないと思います。今の人間にそんな魔力は使えませんが。だよね。He can. He certainly can. 魔力を溜め込むだけ溜め込んだ後、一気に解放してしまうようなんです。一気に。はい、一気に全てを。魔力吸収の効率を考えるなら、当然大量の魔力、在学する多くの魔剣士が囚われている大行動に強欲の瞳を置くはずです。もし溜め込まれた魔力が強欲の瞳の許容量を超えて一気に解放されてしまったら、学園が吹き飛ぶね。はい、その危険性を考えてお父様は学会には公表せず、強欲の瞳を国に保管してもらったはずなのですが。それで対処する方法は？はい、これです。ああ、さっきのソードの本番。このアーティファクトは強欲の瞳の制御装置なんです。
これを解読してようやく分かりました。本来強欲の瞳はこの制御装置を使い魔力を長期保存するためのアーティファクトだった。おー、長期保存。このアーティファクトの解読が全て終わったら地下から大講堂へ向かいます。地下から？学園の施設は全て緊急時の脱出に使うための隠し通路でつながっているんです。隠し通路、いいね。起動したアーティファクトを強欲の瞳に近づけることができれば機能が停止するはずです。アーティファクトの調整に必要な道具を研究室に置いてきてしまって。なら僕が取ってくるよ。え、そんな、シド君怪我してるのに。トイレ行きたかったしついでだよ。ね。学園の制圧はほぼ完了。外で騎士団が騒いでるが話になんねえね。そんなことはどうでもいい。アーティファクトの回収はどうした？アーティファクトね。あのお嬢ちゃんが持ってんじゃねえの？貴様の悪ふざけでどれだけ計画に支障が出たと思ってる。お、怒るなって。次にしくじったなら殺す。分かった、分かったって。すぐ回収してくるよ。サードどころか、セカンドまで二人やられた。相当の手だれが紛れ込んで。That was sad. 目のあれじゃねえか？シェドウ。ようやく現れたか。あんたもせいぜい気をつけね。ようやく全てが叶う。私はラウンズへと返り咲くのだ。なんだと。ダーン。網にかかった瞬間俺は気づける。てめえがアーティファクトの負担に耐えられるのはあと何度だ。二度か。I don't think he has. 制服が血まみれ。He's behind him already. Damn, this OST is so good.名のある騎士だったというのに魔力を封じられればあっけないものね。紅の騎士団に入っていたのね。 She knows him。 何してるのニュー。シャドウ様。 Was she gonna confirm? この人、許嫁だったんです。 Oh。 どうするの？私個人としてはどうする理由もありません。ならそれでいいと思うよ。現在シャドウガーデンは学園の周囲に潜伏し待機しています。ご指示があればいつでも動けます。うん。ただ魔力が制限された状況下での戦闘はリスクが伴います。普段通り動けるのは七影の皆様くらいですが、現在王都にいるのはガンマ様だけです。それで現在王都にいるのはガンマ様だけです。それでガンマ様はこう言ったことは、うん、センスゼロだね。はい、教団側には動きはありません。魔力を封じるという利を最大限に生かし防衛体制を構築しています。騎士団ですが、戦力になりそうなのはアイリス王女と増援の部隊長くらいです。シャドウ様からのご指示がなければ動きがあるまで待機ということになりますが。うん。あ、ちょっと待った。ミスリルのピンセットってどこにあるかわかる？うん、それでしたらこちらに。あと、チリュウの骨の粉末と灰の魔石と。ありがとう、助かったよ。I don't think he even paid attention to her. 何に使うか伺っても良いですか？アーティファクトの調整をしているんだ。今魔力を阻害しているのは強欲の瞳というアーティファクトでね、それを無効化するアーティファクトの最終調整段階なんだ。
国家最高峰の知識が必要な難行をそうもたやすく。そうだね。では我々もそれに合わせて動けるよう準備します。楽しみだな。命拾いしたわね。 Yeah, she killed him. Damn.Okay guys, that was it for The Eminence in Shadow. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon, the link will be down in the description. And if you like this reaction, don't forget to press that like and subscribe button. Thank you for watching and see you guys in the next episode. またね!